さあ、始まりました。もちチャンネル。さあ、ここはですね、はい、ここは翔さんお呼びいただきました。はい、ちょっと久しぶりすぎて久しぶりすぎて入れなかったはい、キャスセビの小林です。よろしくお願いします。はい、そうですね、これ何本目になってるか分かんないですけど、はい、まあ、これが1本目なんで撮ってるのは今回小林さんの新しい本が、いや、おかげさまでふっとい、はい、東大数学の発想と検討という本 の、はい、あの僕は一応監修という立場で関わらせていただいて、あとは著者に4人の先生方に、うん、YouTube 見てる方なら、ね、知ってる方多いと思うんですけど、スバルさんや椎名先生や林さんなど、うん、まあ、ちょっと中橋は身内なんですけど、あ、そうだね、はい、なんですけど、まあ、4人の方に書いていただいたという本になっております。いや、こう企画自体はね、ゴロゴロスタジオ行ってたんで、ゲラが置いてあったんで、あ、そうですか、はい、はい、なんで見てはいたんですけど、うん、いや、こんな分厚くなるとは。そうですね、実はこれ6年間分の、はい、かつ数学だけなんですね、はいはいはい、なのでこれ実は全部で950ページぐらいあるんですけど、うんうん、多分一個一個がとんでもないボリュームってことですよね。はい、まあ、正立てがおかしいんで、あの2022年とか、はい、23年とかやるじゃないですか、はいはい、まあ、せいぜいだから2023理系とか文系なんですけど、うん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 、2023年理系第1問とかで一緒になってますからなるほど、はい、もうとにかくボリュームがあります。これいろんな解き方が出てくるってことなんですか。はい、そうですね、この本のコンセプトとしては、はい、まあ、めちゃくちゃ平たく言うと、はい、その東大数学においてのある種全てを詰め込んだという本になっていて、例えば各年度まず総括っていうのがあって、例えばこの年だったらこのぐらいの点取りたいよねとか、うんうんうん、要は単純にその答えを出すだけだったら別に赤本にでも書いてあるわけなんで、はい、その現実的に受かるために、じゃあ点数取るにはこんぐらいが目安だよねみたいなものとか、うんうん、そのためにはちょっとここは場合によっては捨ててとか、ほうほう、こっちを取ってとか、でここは部分点をここまでは取れるはずだとか、うんうん、みたいなことをまず総括で考えて、で各大問の中でアプローチということで、うん、それぞれの問題の考え方ですよね、うん、まあ、そのさっき言った大きな戦略の中の一個一個の戦術みたいな、うん、なるほど、はい、っていうところを解説をしています、うんうん、まあ、そこに力を入れたのと、あとはまあ別解ですよね、はい、やっぱり東大数学っていろんなアプローチで解ける問題らしい、本当に両問が多いので別解の数にはめちゃくちゃこだわりました。ほうほう、もちろんね、無駄に作ろうと思えばたくさん作れるんですけど、うん、そういったものではなく本当に勉強になる別解を本当に大量に入れているので、うんうん、まあ、本当に類書に、まあ、実際実力解さんの数学の過去本があるんですけど、はいはいはい、まあ、あれよりも全然多く入ってます。なるほど、いや、もう回答用紙っていうページあるんですね。あります、手書きページある、ね、自分で勉強していくことにフォーカスさせてるんで、うん、その回答解説も別解があるじゃないですか、はいはい、別解ごとに自己採点基準を用意しましたし、ほうほうほう、かつ本番の答案に回答って書けないじゃないですか、うんうんうん、赤本に載ってるのを写したらはみ出ちゃうとかあるんで、はいはいはい、東大の場合なので、実際じゃあ講師だったらあの中にどう収めるかっていう、なるほど、手書き答案も入ってます。なのでこれ1個で塾行ってる方ももちろんいいんですけど、独学の方もフォローできるようにしてます、はい、すごいですね。いや、もうめちゃめちゃ、いや、そうなんです、めちゃめちゃ、これ、いや、なるほど、そういう感じです、はい、これ企画はどういう感じで進んだんですか。いや、スタートラインはもちろんその編集者の方とか出版社の方と話をしていく中で、うん、まあ、なんか新しいことできないかっていうことで考えたんですけど、やっぱり影響力がある方がまだまだその、まあ、実際も林さんとか本出されてるんですけど、はい、まだまだ本ね出せてないけどすごい方ってたくさん YouTube にいるので、であれば YouTube やってる人間で集まってなんかできないかということでスタートしました。なるほど、それで数学だってなったんですか。まあ、そうですね、いろいろあって、例えばご存知だと思うんですけど、はい、英語でも著作権がとか、はいはい、いろんな問題があって、ね、東大の場合は著作権は届け出さえすれば、うん、あの使えるので、うん、そういうこともあって数学がいいんじゃないかと。なるほど、そうですね、数学がまあ一番の著作権問題は、ね、はい、あとはやっぱり、まあ、出版社さん的にも赤本とかを出したわけではないので、うんうんうん、やっぱりその答えが間違ってるというのが一番まずいじゃないですか、はいはい、その時に例えばやっぱり国語とか英語って結構怖い科目で、うん、英作文とかそれこそ森田先生から見たら、うん、ちょっと違うんだけどとか動画で言われたら怖いまあ、それそういうことを思ってるわけじゃないんですよ、まあ、数学は少なくとも答えがバチッと決まるので、うん、その意味では一番数学がその、まあ、作る本としては作りやすいのかなと思いましたが、うん、作ってみてみんなで頑張ろう頑張ろう頑張ろうって言ったら900ページになったということですねこれ結構あの揉めたわけじゃないですけど、はい、あの困りましたね。あの皆さんその本って印刷すればするほど高いって、まあ、何となくイメージ湧くと思うんですけど、印刷費用がかさむんで、はい、どうすんのこれみたいなはい、でもなんとかちょっとご利用しで、なるほど、はい、900ページ以上の対策になりました。え、これいくらなんですか。はい、これ4000弱ですね。おお、はい、3870円になってます。それぐらい、まあ紙も高騰してますから今ちょうど。いや、まあそれもありますし、はい、まあ、ピュアに900ページの本なんで、まあ、それぐらいになっちゃいますね。すげーな、なかなかすごいこと、はい、でこれいざ企画やりますってなって、はいはい、誰に声かけるとかはどうやってなったんですか。そうですね、本当にたまたまその僕も自分のチャンネルで YouTube のコラボをしていく中で、うん、その方々とコラボしてて、はい、よかったらこういう企画ある
るんですけどって言ったら、僕が最初に声かけた、まあ、中橋以外の3人の先生方がもう順番にいいよいいよいいよって言ってくださったっていう。そうだったんですね。本当になんかメンバー集めはその苦労してないって感じですね。なるほどなるほど。数学系いっぱいいますからね。そうですね。だから直接会った方々っていう感じですかね、うん、僕がたまたま。なるほど。じゃあ、はい、まあまあそれだったらやりやすいですよね。まあそうですね。あとは実際まあ各先生方にやっぱ特徴があって、うん、やっぱ林先生だったら本当に多分 YouTube やってる方の中でも本当にまあ一番とか言えないですけど、うん、本当にトップレベルの数学力ですし、うん、まあ品先生はご存知の通り理算ですし、うん、逆にそういうとにかく解けるだけじゃなくてこういう教材ってこう熱意とか、うん、生徒の理解とかも必要なんで、実際生徒指導をしている時観点ではやっぱり宇佐美さんとか、はいはいはい、うちの中橋とかが実際数はたくさん見てるはずなんで、うん、いや実際生徒この回答見てもねみたい な, なるほど、そういう観点にいられるのはこういうメンバーかなということでバランス取れてるかなと思いますね。小分けとかどうしたんですか、誰が誰に何を担当とかは。あ、それをだからもう全部大門ごととかに配分して、はいはいはい、で作ってもらってでちゃんとチェックを入れるんで他の著者が、そうですね、はい、っていうのをダブルトリプルでやってっていうので、はいはい、時間めちゃめちゃかかりました。僕はこれがやりたいみたいな、私はこれですみたいなのはそうですねあった、はいはい、ありますね。あったんだ。いやまあそのやっぱり問題理系でも6問セットじゃないですか、はい、1年分でも当然、まあ、難易度の違いとか多少あったりするんで、はいはい、まあ、そうすると例えば得意な分野とか苦手な分野とかあると、はい、まあでもまあ基本的には別に解ける方々なんで、うん、はい、別に喧嘩とかなかったですよ、はい、いやどうやって決めるのかなと思って、英語とかでもね理想だってもしやったら文法のところと読解のところだったら絶対文法に手を挙げるとかあると思うんでね。そうですね、まあ、それで言うと、まあ、そんなに、はい、なんか偏りはないと思いますね、うんうん、はい、なるほど、はい、いざ作ってみて、え、これどれぐらい結局かかったんですか、制作。いや実際ですね、企画から、うん、その今回の発売まで2年ぐらいです、うん、おお、なるほど、はい、なので実は本当は5年分だったんですよ、はい、あ、へえ、で結局いろいろあって遅れてしまったんで、うん、まあ、それで直近のがないのかもしれないです。だからもう今年頑張って作っていただいて、ね、だからちょっと中途半端6なんです。なるほど、そういうことだったんですね、はい、いやすごいですよ、確かに賞が賞が賞がすごい、なるほど、痛い一問でもうね、はいはい、なるほど、はい、あ、データとかもいろいろ載ってるんですか。もちろんもちろん、そういったその一般的に受験に使えるって載ってるので、うんうん、まあ、ぜひ経営されてる校舎に一冊ずつ、なるほど、はいはい、東大目指す人がいるかないないのいるかな、はい、他に何かここは推しだみたいなんですね。これはそうですね、多分使ってほしい生徒さんとしては、はいはい、むしろ今まで直近の過去ももうやっちゃったよって生徒さんこそ多分買ってほしいです。なるほど。つまり多分赤本とか例えば哲学会さんの本とかの回答回数見てると思うんですけど、うん、当然その僕らも見た上でそれを超えるものを作ってるつもりなので、うん、多分よりその別回とかが勉強になると思います。なるほど、はい、だから東大の過去問こそ本当何度も何度もやって、うん、その味わい尽くすというか、はい、価値があると思うので、うん、まあ、そこに本当に今年の受験生の方もそうだし、まあ、先取りできてる高2生の方とかにもぜひ手に取ってほしいのと、うん、あとこれぶっちゃけここだけの、まあ、ここだけって YouTube で言ってるんですけど言ってるあの講師の方におすすめ。あ、なるほど、塾講師の回、はいはいはい、あのぶっちゃけ別回めっちゃ載ってるんで、うん、セットに解かせてこんな解き方もあるぜみたいな、まあ、ちょっと軽くどやれると思いますね。うわ、そんな思いつくみたいなのが本当入ってるんで、じゃあ、まあ、テキストにねこれね入ってたら、はい、あの無断転載はやめてくださいこれで学んでいただいてそれをアウトプットするのが自由ですから、まあ確かに発想と検討ってタイトルついてるんで、そうです、そうです。なって、じゃあまあ東大以外でもどうここにも役立つとかあるんですかね、他の大学にです。そうです、他の大学にもちろんもちろん、だから例えば本当に京大だったりとか、はい、普通にハイレベルな、まあ、医学部とか受ける子たちで、うん、特に数学頑張らなきゃいけない子には活用できると思いますね。あ、まあ、東工大でも一つ出しても、はい、東大受験者だけじゃなくてもちろんさまざまな人に使えるということですね。はい、はい、もちろんです。なんならこう問題集として捉えていただければ、はい、めちゃくちゃいい問題集なんで、なるほど、はい、東大のその出題意図とかもいろいろ見抜けるようになりますね、はい、これ読んでいただければ。なるほど、本当に熱い。いや本当にマジでそうめちゃめちゃ熱い。ちょっとね軽いドンキなんで、はい、そう確かにしかもちょっと青いからね、青茶感も若干っていう。小橋さんの体と反比例に増えてる。反比例、そうですね。僕が減量するほど本が厚くなるっていうことはあるかもしれないですね。しかもちょっとね、いる位置がね、ちょっといい感じにちょっとこう、ここね、林さんに胸ぐらつかまれてるから、いいですよね。はい、林さんがもうこんなやつイメージなかったから。でも一応ポーズ自由だって撮ったんで、なるほど、はい、まあ、かっこいい位置ですね。はい、YouTuber さんたちのファンじゃなくても、はい、あ、全然、はい、勉強してる方は、はい、使えると思います。はい、お手に、お手に取ってもね、はい、もう、なるかもしれないですけど、はい、まあ、そうですね、まあ、本屋さんで見て買っていただくのが一番なんですけど、はい、やっぱ重いんで、アマゾンも手かなと思うんですね。そうそう、はい、共通テストのとか、まあ、昔のセンター試験の赤本みたいなですね、はいはいはい、見てみてください。ありがとうございます。じゃあ、この5人が。
携わっているやつですので、はい、スタディカンパニーですね、あのゴロゴのところですね、はいはい、ユーテラとも、はい、この関わりが深い場所になりますので、ぜひともね見ていただければと思います。はい、今回は小橋さんにおいでいただきました。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。